パリ五輪に臨む卓球の男女日本代表が12日、都内で練習を公開した。女子シングルス、団体戦、混合ダブルスの3種目に出場する早田ひな、日本生命は現在も大阪で調整を重ねており、この日は取材のみ対応。7月7日に24歳の誕生日を迎えた中で、 人生を振り返った中でも五輪に出場した24歳は一番に思い出として出てくる年になると思う。パリ五輪で自分ができる最大限を発揮したいと抱負を語った。4月途中から7月上旬までの約2ヶ月半、日本に一度も帰らずに海外ツアーを転戦。サウジアラビアやリオデジャネイロ、ナイジェリア、チュニジア、クロアチア、中国、バンコクなど世界各国をめぐり、 総移動距離は6万キロ以上に及んだ。家にスーツケースが6個ぐらいあって、何が入っているかわからない。そう苦笑いを浮かべながらも、地球一周半程度もの移動をこなしながら戦い続け、張本智和、智和企画、特務混合ダブルスでは4大会連続優勝を飾った。世界ランキング2位に浮上し、五輪での第2シードを確実とした。ただ、 目標はあくまで大舞台で中国勢に打ち勝ち、結果を残すこと。東京五輪では伊藤美馬、スターツ、ラシングルス道、団体戦銀、混合ダブルス金と3つのメダルを獲得しており、その偉業を超える活躍が期待される。そのパリには愛用品を持参する。小学1年の時に母に買ってもらった、ひよこ柄の黄色い毛布を持っていくかを問われると、余裕で持っていきますと笑顔で即答した。